はい、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、国波です。ちょっと先ほど上げたばっかりなんですけれども、ちょっと先ほどの動画ちょっとミスがありまして、ライトニング1発とクエイク2発じゃ呪文枠が4つなんですね。そちらの方を私の YouTube のコメントにしてくださった方とから、ご指摘がありまして、ライトニング2発とクエイク1発で実験はしなかったんですかと、ご指摘をいただきまして、ちょっと間違ってたっていうふうに気づきました。本当に申し訳ございません。ということで、新たにライトニング2発とクエイク1発で実験をしていきたいと思います。先ほどの動画ライトニング6レベルだったんですけれども、つい本当さっきライトニングのレベルがマックスになったので、こちらで試していきたいと思います。はい、ということで、まずはクエイク一発からのライトニング2発で試していきたいと思います。はい、ライトニングいきます。壊れそうですね。はい、ということで無事に壊すことができました。本当にありがとうございます。そもそも呪文枠自体が間違っていたので、はい、本当に申し訳ございません。ということで、今度はライトニング2発と先に打ってからクエイク1発でやっていきたいと思います。2発で壊れましたね。これレベル7対空砲は2発で壊れるっていうことですかね。ちょっと思わぬアクシデントだったんですけれども、まあでも対空砲マックスでもクエクやれば多分壊れるんじゃないかなと思います。はい、ということで、ご指摘ありがとうございました。今回のこの実験はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。では、バイバイ。